It's Later Tonight with George. Tonight's guest is Lauren Lapkus. Now, here's your host, George, and his trusty sidekick, Ding Dong. ついに俺の正体を見抜いたか。まあお前ならやるとは思っていたがな。手下が運転していたトラックに堂々と名前が書いてあれば誰でも気づくでしょ。いずれにしてもお前とは一度話をしたいと思っていた。話すことなんてないわ。町の食料すべてを人質にしてそのまま済まされるとでも思ってるの？俺はお前と同じフォースプログラムの出身だ。脳内インプラントとマインドパワーで何だってできるさ。マインドパワーとインプラントを悪事に使うなんて許せない。でもそれも終わりよ。ふん、かもな。でも全ての終わりは始まりでもある。そうだろ。正午にスプリンクルハットに来い。決着をつけようじゃないか。もういるわよ。俺もだ。We're back on Later Tonight with George and our special guest, Lauren Lapkus. Oh, it's so great to be here. Hi, George. So, this is my first time on your show. I'm so excited. ワルタクミもここまでよ。フォースを悪用するなんて許せない。お前、俺の威力を全然分かってないな。俺はお前が思うよりずっとパワーがあるんだ。あなたの力なんてお見通しよ。心の闇にすっかり支配されて。私は最強フォースを使えるの。もう観念なさい。お手並み拝見と行こうじゃないか。行くわよ。なあ、悪が存在しなければ善だってなんだかわからないだろ。あなたのロジック相変わらず厄介ね。おかしいか。お前の歪みを見るのは久しぶりだな。そうね、前は親友だったし今となっては信じられないけど。フォースアカデミーでの日々は人生で一番輝いていた。希望に満ちていて無限の可能性があって。その可能性を自分で無駄にしたのよ。欲のためにフォースを使うモンスターになって、ここまで街を破壊したからにはあなたを連行しなきゃ。はあ、でも今こうして一緒にいる久しぶりの再会も悪くないな。ええ、なんだか昔を思い出すわ。